杉浦太陽です。さあ今回はウルトラマン特撮対談です。ウルトラマン銀河の根岸隆也くんです。お願いします。根岸隆也です。よろしくお願いします。実はね、銀河とコスモスは縁があってね、そうですね、ちょっと深い話をしていきたいと思います。早速いきましょう。それではスタート。ターチャンネル、改めまして、はい、よろしくよろしくお願いします。俺、なんて言ってたっけ。ネギネギって言ってたよね。ネギネギか、タクヤか、まあ、いろんな呼びになりました。確かあだ名が多いのよ、はい、どっちがいい。まず統一しようか。先輩はタクヤっていう人が多いかもしれないですね。本当、はい、ネギネギなんで逆行くんですか。なんで逆行くんですか。ネギネギ言いやすい。あ、まあそう、でも太陽君ぐらいですよ、ネギネギって。そうなの、はい、そっか、はい、逆に分かりやすく、まあそうですね、はい。改めまして、はい、ウルトラマン銀河ですよ。はい、ウルトラマン銀河です。銀河はもう今何周年だったわ。難しいんですけど、2作あるんで。そうだよね、銀河と銀河 S があるんで、8周年、7周年なのかな。あ、もうそんな経つ。そうなんですよ。2、3年後10周年。そうなんですよ、2023年で多分10周年。おお。じゃあウルトラマン銀河の時は何歳でやったの。17です。17歳、若っ、高校生。高3でしたね。本来は16なんですよ、なったのが。どういうこと。誕生日があって、うん、撮影中に誕生日を迎えて、うん、あの放送が7月だったんで。なるほど。17歳なんですけど、でその当時史上最年少だったんですよ。あ、そっか、今は勝つのにやった。そうなんですね。でも僕が16歳で、うん、あのオンエアを迎えていたら、僕もその最年少記録抜かれなかったんです。そういうことか。だからちょっとあれって勝つのにまだね、若かったんだね。若かったですね、16歳。あ、でも一緒ぐらいか。はい、そうです。ほとんど同時期にやってたんですけど、年齢でいうと。あ、でも銀河と銀河 S やってて結構何年からやってた。2年で、そうですね、そのプロモーション含めた2年半ぐらいですよ。本当に1年以上やってる作品って他にないんですか。そうです、まあ、話数がそんなにいっぱいの作品でもなかったので、休憩期間もあったんであれですけど、うん、2年半やるってなかなかですよ。そう、あとうちら65話やっても1年半ぐらいだから。そうですよね、うん、でも計30何話なんで僕ら。え、銀河と銀河 S 足して。そうです、銀河が多分11話で、うん、銀河 S が、16話なんで30本ないんですよ、ドラマが。で、映画が3本ぐらいあって。映画もいっぱいあったもんね。そうですね。え、初めて俺ら会った時は銀河だったよ。銀河です、銀河です。うちの子さ、肩車してくれてるよ、ね。はい、なんか、ほんと当時、うちらも銀河見てて一回会うことになってるね。そうですね、その前に多分、取材かなんかでお会いしてて。取材で対談したんだ。そうです、そうです、そうです。で、今度遊ぼうよっていう流れで、あの時だった。そっか。で、うちのせいや、長男が銀河大好きで、一回みんなでカラオケ行こうやみたいな。そうですね、杉浦家と。そう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 。で、渋谷を2人でうろちょろしてて、はい、せいやも一緒にいて、渋谷の街をね、肩車で散歩したんだよね。センター街とかです。センター街とか歩いた。今おいくつですか。5年生なんで。ははは、大きくなってる。大きくなったよ。大きくなってる。もう肩車できないから。そうですよね、うん、もうその後あれですよね、奥さんも怒られて。そうそうそう、うちの妻も来て、子孫君も。子孫もいました。そう、その当時銀河と特急じゃ同時にやってて、呼んでくれたの。そうです、子孫を呼ぼうってなって、僕が当時同じ事務所だったので、うん、で呼んで、まあ、今考えたら豪華よね。豪華ですね。みんなで特急じゃと銀河歌って盛り上がって、はい、でハロプロも歌ってみたいな。どんな回ね、ウルトラと特急とハロプロがこうグワーまだったようなカラオケして。しかもなんか銀河の覇者を歌って、うん、だけど僕は高すぎて歌えないって言ったら、奥さん全部歌ってくれましたよ。あの、覚えてるからな。そうですよ。いや懐かしいよ、だって銀河とかさ、はい、歌のキー高すぎんの。めっちゃ高いです、全部高いんで、あのイベントの時とかも泣きそうっす、ね、歌うの。あの、歌うこと結構ありました、当時は。そっかそっか、歌うこと。あ、俺もあったわ。あ、本当ですか。主題歌とか、はいはいはい、みんなでね、大合唱してる、はい、で、挿入歌が僕ら歌ってるんで。ああ、そうやね。そうです、そうです。なので、歌う機会は。え、ずるいっすか。ずるいやなって、ウルトラのステージとかも歌えるわけ。あ、そうです、当時ロックデーとか。あ、ウルトラのロックあったよね。そこで、高見沢さんのギターの元を歌うみたいな。あ、じゃあ、鶴野くんとかも探せる。そうです、鶴野さん、宮野さん。お、宮野真央さんと一緒に歌ってましたけど、後ろの方で隠れて歌ってました。 いい経験させてもらったね。そうですね、豪華な経験させていただきました。当時 D-BOYS だった。当時 D-BOYS です。 D-BOYS でつながりで子孫君でした。そうですね、
もう、まあ、デビューからずっと一緒なんで。なるほど。B-Boys って一冊何人ぐらいですか？いや、わかんないっすね。もうわからんほど。わからないです。20人ぐらいいるんじゃないですか。結構いるんだ。敵含め、まあ、主役は多分10人もいないですけど、敵役とか、なんかサブの役とかを含めたら、20人ぐらいは多分いると。じゃあ、B-Boys OB。そうですね。OB には、特撮だろう。特撮だけです。もう、みんなっすね。ゴールにつながる。はい、テニスの王子様をやるか、あ、なるほど。はい、あ、そう、特撮に行くか、結構分かれ道で。まあ、テニスやって、特撮に行く人もいれば。僕はもうそのまま特撮に。今考えたら恐ろしい集団だね。いや、集まってその特撮イベントやればすごいことになる。どれぐらいことだよね。会社の垣根超えて。はあ、すごい。でもその中でもね、ウルトラマンになったっていうのはなかなかないから、はい、オーディション？オーディションでした。どんなオーディションだったの？まあ僕らはソシエガイじゃなかったので、もう渋谷に移転してたんで。つぶらやさんがもう渋谷にあったのか。そうです、そうです、そうです。そこに行ったの？そこに行って何回行ったかな。じゃあ坂道ダッシュなかったの？なかったです。ないんだ、俺らの伝統の坂道ダッシュが。だから僕7年ぶりのウルトラマンだったので。そうやね、ニュージェネレーション一発目。そうです、そうです、そうです。あ、一番大事なポジションです。まあ、その当時はあんまり分かってなかったですけど、いろいろ体制も結構違うんですよ、メビウスまでの方々と。最初が、まあ、お芝居あって、歌あって。歌テストだったの？あとダンスあって。ダンス、はい、ダンスは使ってないんですけど、結局その後、まあ、歌は結局使ってるんですけど、まあ、多分ダンスで見られてたのって、多分体の、それこそバタッシュじゃないですか、体の体幹とか、はい、どれだけ動けるのかとかを見られていて、その後3回ぐらい円谷さん足運んでオーディションしてって感じ。その当時だと俺絶対落ちてるわ。危ない危ない。で、僕の歌もダンスも全然不得意なので。でもやっぱ D-Boys っていうグループで、まあそうですね、人数は入ってるわけ。はい、D-Boys のなんかその前にやってたダンスをそこでやりました。あ、やっててよかったね。いや、よかったです。ダンスなんてね、本業でやってたんでしょ。いや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 。でも珍しく銀河っていうのは学園ものだったもんね。そうですね、当時は17歳で高校3年生の、ここ2年生かな、もう夏休みみたいな感じで、うん、僕の役が海外から帰ってきた幼なじみたちとまた集まり、で、太郎出てくるんだね。そうです、太郎、まあ、人気の子です。そうそうそう、ちっちゃい太郎がいて。僕の肩にずっと乗ってます。あの時代からソフビーもサイズがちっちゃくなったの？そうです、あの、そうですよね、うん、あの銀河を皮切りにってことですね。そうそうそう、昔はもうちょっとでかかったんだけど、銀河を皮切りにコンパクトになって、はい、で、お手頃価格になって。そうですね、ワンコインぐらいですね。そう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 、変身アイテムで僕らが変身するのに、その人形が絶対必要なので。そうだよ、はい、銀河からウルトラマンの中にいるシーンを描くようになった。そうですね、内部空間。そう、俺あれないんだよ。僕あるもんだと思ってて、これいいことだよって言われて、あ、そうなんだ。そう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 、だからね、銀河が戦いながら中でいるからさ、何何やってってみたいな。でその後もうみんなやるようになりましたね、ニュージェネレーションは。みんなこの魂の中でお芝居してパンチしたらパンチするみたいなね、はいはい、だから僕らは変身をしてないって最初言われて、ウルトラマンにライブしてるんだって。おー、ウルトライブしてるんだ。ウルトラマンの体を借りてるっていう。なるほど。っていう、まあ、当時の言い方です。何が違うの？いや、僕も違いはよくない。俺はまたほら変身してんの。はい、でも俺も借りてたしな。なんかそこにライブしてる、なんかそれをすごく言われた記憶があります。でも銀河からだよね、先輩の力を使うの。そうですね、だって僕コスモスになれますから。え、コスモスになったっけ？いや、コスモスにはなってないんですけど、まあ、ティガとかにはなったんですよ。そのものになる。そうです、ティガの体を借りて、そのティガの内部に僕がいるっていう。あ、そういうパターンか。 それを力をお借りして変身じゃなくて、ね、はい、もう その体に入れるみたいな。だから僕、多分一番強いです。では長野君の代わりに入ったりとか、はい、俺の代わりに塗装されたりとか。だから僕、無敵っす。まあ、で、ビクトリーと合体するし。はい、そうです、銀河ビクトリー。そうだね、何でもなれます。でもやっぱり学園モノワンクールやって、はい、銀河 S になって隊員なんで、その気分違うでしょ。やっぱ違いますね、なんか淡い青春の作品と、なんか隊員はお仕事になるじゃないですか。あ、そうだね。なので、まあ、ちょうど僕も社会人になったので、うん、その銀河が終わって高校卒業して。あ、20歳になったの？いや、19歳で世間的に社会人になっていたので一緒だったというか。それであのオレンジの
そうです。あれは初代ウルトラマンの隊員服をイメージした。だからオレンジなんだ。そうです、そうです。ちゃんと考えられてるね。あれかっこいいっすよね。最後ちょっとギバーって出てくる。俺もその後にスマホして。あ、わかりました。でもやっぱりこう学生服で変身するのと隊員服で変身するの